パート3です。田中先生にお聞きしている近衛文麿。パート2では、近衛さんが京都大学に行った。そしてそこで川上めから訓導を受けた。川上めはコミンテルンの指令を受けた国際共産主義、つまり当時の日本共産党の一員ではあったけれど、近衛さんは訓導を受けても別に共産党に入ったわけでもない。共産主義者でもない。 ただし、近衛さんの、あのー、考え方に、共産主義ではないが、社会主義、つまり格差の是正、こういうものを歌う社会主義の考え方が根付いていったのもこの頃であろう。でも、だからといって近衛を共産主義者と呼ぶのは全く間違いだ。こんなお話をいただきました。先生、京都大学、この頃に近衛さんは結婚すると聞いたのですが。ああそうですね、恋愛結婚ですね。 小野井さんがもう、電車がどっかで見かけた女性に一方的に言い寄ったみたいな話を聞きました、はいあのー、通勤と通学途中か、あのー、一高時代かな、九州の豊、えー、後佐伯っていうところの藩の、えー、と毛利家という、あの長州藩とはもう全く別の毛利という。まあはい うんえー、と写区の家があるんですけど、その毛利孝則、えー、っていうのの次女、毛利千代子、うんうん、これと、まあ、恋愛結婚ですねうん、うん。まあ珍しいですよ、もうこの時代に恋愛結婚で、まあ、しかもね、この、なんていうんですか、レベルの家同士でという。うん、しかもし自然で見かけてというのがいかにもなるか すごいいこの世らしいっちゃこの世らしいですね。うん、まあ、家族の世界の中では進んでる人ですから、やっぱりね。うんうん、はい。うん、で、もう、えっと、一高っていうと、まあ、大体、今の大学教養部ぐらいですから、二十、うん、歳になるかならないかのところに見初めて、で、その後、もう、この世が京都大学に行ったときに、もう、千代子さんも呼び寄せちゃったという、そういうことですね。千九百十三年結婚。 ですから22歳か、彼、1891年生まれなんで、22歳。じゃあ、ヒトラーとあんまり年が変わらないねなあ。変わらないですよ、変わらないです、2歳年下ですね、ヒトラー。ちょうどこの頃は西田鬼太郎の全の研究っていうの千1911年やったと思うんで,ですねはいちょうど出よねだ。だから、まあ、あのその京都大学が輝いていた頃ではあるんですよね。 まあ一応、そうですね、全盛期というか、その京都学派の者たちが、あのはじめも含めて、一様にあの大東亜戦争の方に絡め取られていくっていうのが、日本の地の一つの大きな悲劇だったと私は考えているんですが、なんかあの、まだこの頃はそういう、そのなんて言うんだろう。 日本の軍国主義みたいなものがそんなに大きくは出てなかった頃なので京都大学が輝いて見えたというのは本当にその頃なんだろうなと思いますね。この千代子との間に二男二女ですね。長男が文隆次男が道隆ですね。道隆さんは5年ぐらい前に亡くなりましたけどね。じゃあ長生きでしたね道隆さんもね。東大のの歴史学 教授、資料編纂所の教授で。ああ、そうですか。ああ、ごめんなさい、平成24年なんで、もう前ですね、随分前か。うん、っえっと、10年ぐらい前か。12年ぐらいですね。はい、うん。あの、敵外荘ってね、扇窪にある、うん、まあ、踏み丸の別荘だった、あそこにずっとお住まいになってて。三沢さんが。はいうん、であの、亡くなった後に、杉並区が、まあ、 保全管理するっていうことで、まあ、文化財扱いになってますね,ですね、うん。で、あの、京都の大学出た後、えっと、貴族院議員になるんでしょうか、もうこの頃 25, 25歳でもう自動的に貴族院議員、ね、にはなるんですけど、うんうん、えっとね、瞬間風速的に確かね、内務省かなんかで働いてますね。 あんままりなないような気がしますそうですね、働いてますけど、うん、まあけど、なんだろう、あんまりちゃんと働いてたかというとみたいな、うんうん、まあまあ、基本的にはだから、貴族院議員として活動してたっていう理解でいいと思います。はい 当時の内務省や外務省っていうのは、なんかこう、試験もわりかしアバウトであの、なんかどうしてこの人取ってんのかなみたいな、あるいは試験受けたんかなみたいな人が急になんか官僚やったりして、まあ、昔の時代、ちょっと引きずってるようなところがありましたよ、ねうん、まあけども、この時代になるとね、あの文官高等試験があるんで、<あ>ね、外務省は結構<う>あの厳しいですよあの。英語ちゃんとできないと、合格しないですよ。だから、なんか、広田が英語できなくてどうのとか。 あのだ、うん、かそういう話も、あそういうことですか、うんうん、それであの、貴族院議員としてと言いながら、この時きの近衛にとって、あの大きな出来事っていうのは、1919 19年のヴィ、えー、ルサイユ条約にあの、えー、と一緒についていったっていう、なんかそういう話を聞きました。はい どうですね、まずまあここがこの絵を理解する上で非常に重要ですね。えというのは、うんえー、日本全権団にまず全権委員が西園寺金持、はいで、それから牧野信明ですね、はい、で随行委員に、えー、外交官の松岡洋介、うんえー、後のこの F ・マロ丸二内閣の外務大臣です。はいうん それから吉田茂です、うん、えと終戦工作の際にこの絵はまあ吉田と連携しながら終戦工作を行っています、はい、それから茂光守る、えー、これも同じく、はい、えこの絵がえ終戦工作においてまあ連携した外交官の1人ですし海軍の野村吉三郎 この文丸の丸二内閣および丸三内閣で日米交渉に当たった海軍の軍人で親米派の人物全部これ日本全権団の随行員として随行していますつまりこの絵はもともと敦賀が持っていた人脈に加えて、まあ、この、うん、パリコが会議に全権団の一員として参加することでさらに人脈を広げたというふうに言えますうんさらに丁寧に言うならば これは何度かご紹介してますがこの「F ・ミマル」を語る上で非常に重要な論文が大正7年です、ね、12月15日後に掲載されの日本および日本人に掲載された英米本位の平和主義を廃すという、まあ、有名な論文があります。 えこの絵の、大正7年ですから、あだまだベルサイ条約に行く前の話ですね。直前の話ですね直前、はい。英米本位の平和主義を排、はい、す、はいはい、これがこの絵の論文としてはデビュー作になりました。主張としては、えー、民主主義や人道主義という思想が、要は戦後の世界では盛んになっていると。で国際社会 で見れば、まあ、当然なんだけれども、えー、日本がこの民主主義や人道主義っていうのを、うん、無条件無批判に称賛している、これはちょっとおかしいんじゃないかそれは英米本位なんだからと、うんうんまあ、いうふうに主張していると。ということは、日本独自の平和主義もある アジア独自の平和主義もある、うん、こんなふうにも聞こえるのですがそうだから彼のアジア主義的な思想も現れてるし、うんうん、それからこの論文の中で一番重要なのはですね、日本人の生存権っていうのが大事であると。ああ、生存権、はい。つまり、国家としての日本が存続すること、うんうん、つまり何が言いたいかっていうと。 国際協調であること自体は構わないが、日本はその中できちんと生存権を主張しないとだめだと、はいうん。つまり、イギリスやアメリカと同じ程度に日本の生存権が認められないのであれば、国際協調なんてものは実現しませんよ明らかに西田喜太郎の哲学の影響を受けている。 それから、明らかにアジアジ主義の影響を受けています大体そもそもこの論文が掲載された日本および日本人は、政教者、三宅節令とか杉浦重光の、うん、あの政教者の流れを組む雑誌なんです。三宅節令、杉浦重光、はい、うん、あの方々がやってた。あの政教者の、うん まあ日本から、雑誌日本か、その系譜を引く、えー、日本および日本人に掲載している、うん、つまり彼の人脈で論文を持ち込んだ。で、おそらくこれは、三四寺金持ちに対するアピール。つまり、自分を全権団に随行させろという。 言外に込められたメッセージつまり<ー>全権代の随行員として随行するだけの見識が自分にはありますよということを論文としてアピールしたんだこの生存権という言い方、この10年代、20年代のこれはね、共同学科だけじゃなくて、そのドイツの哲学でももう、なんから。 みんなが言い始めた言葉なんですよね。この何々県とか何々世界とか <laughs>、こ,こういう言い方でですから、やっぱり哲学の素養もあった小野さんだから、当然西田の影響、それだけじゃなくて、当時のドイツの哲学の,やっぱあのえっと影響をもろに受けたまあ最新の物言い,いなわけですよね、これがね。さすがといえばさすがですよね、そうでも、うんそう。で、しかも、ここが、 やっぱこの F ・みマロを考える上で非常に僕は重要だと思ってるんですよというか、うん、まあ僕も僕がというよりは、えーまあ、今回この F ・みマロのお話をさせてもらってますがこの F ・みマロといえばこれがもう参考文献間違いなくこの一択なんです。 メチアのやつ,やつでしたっけ吉川公文館の人物総称あ。吉川公文館、あっちの。この絵文丸です、うんえと。作者は、著者はですね、前にも一度お名前出したことあります。えー、日本大学の教授で古川隆久。 えっと今から五年ぐらい前に出された本ですけど、うん、まあこの絵ふみまを勉強するならこれです。もうこれ読んで<え>この絵ふみまるちゃんと理解してくださいっていう一冊になります。わかりました。うん。でフルさんはこの中で、えー、この絵というと。 紆余曲折、まあ要は彼は何かというと引け腰で、もう態度がこういろいろ変わると、うんうん、まあどちらかというとちょっと情けないように見える政治家なんだけれども、うん、日本の生存権というものを国際社会に対して主張するという、どうですか、最後まで変わってなくないですか。そそうですよそうでですすよよ、うん だから古川さんが言ったのは、この人物総称、古川隆久、この絵、古川の絵が高く評価される一つの要因として、実はこの絵というのは思想的に一貫してたんじゃないかっていうようなそうことが、指摘した、結構、まあ、その意味で高く評価を受けている。 近衛さんがその京,都京都に行って、川上初めからどうのこうの、だから社会主義になったとっいう、そっちよりは、むしろ京都でどうせ西田や田辺の授業も受けただろうから、うん、そこで将来揺るぎない哲学の資産をあと与えてもらったと指摘した方がよほどなんかいいような気がします、うん、でしかも、うんあの、社会主義者ということを別に否定する必要はなくて、例えばその国家の生存権ですね、うん、まあだから日本の生存権というのを確立するためには、うん まあ当然、総力戦体制とかに備えなきゃいけないわけですよね。五か年計画もいるかもしれませんよ、ねうん、そうそう、だからそうすると、うん、例えばその格差っていうのは是正した方がいいし、やっぱりその国家の統合という意味で、当然、天皇制を重視するんで、だからこの F21 が共産主義は絶対ありえないんですって、あるいはこれは国と昭和天皇にとって変わろうとすることもありえないってことですねありえない、それ思想体系的にも絶対ありえないんです。うんうん、で、その皇別設計という立場からしても、絶対にありえないんです。 だから、まあ、もし、のこの F ・ m ィマ共産主義って言ってる人がその自覚的に共産主義って言ってる場合は革新犯か勉強してないかなどっちか学術的な根拠は一切ないね。だから結局、ゾルゲとか、まあ、あの話は面白いし今もよくわからないから確かにそこを膨らませることはいいと思うけどだからそれを根拠にあたかもこの F ・ m ィマが共産主義者かのようにまあ何て言うんですか。 あの自覚なく発言してるならいいですよその共産。さっきも言いましたけど、共産主義っていうのの,の定義がよくわからないままにあの使ってるんだったら、ああ、まあ、なんていうの、あの一言指摘すればいいわけじゃないですか。要は、定義分かってますって言って指摘すればいいんだけど、なんかどうも確信案で使ってる人がいるようだから、まあ一言釘刺さとておくと、まあ、論外。はい。まあ、出直してこいの一言ですね。で、小野さんの思想の中には、やはり、あの、 そ,のそ,それを社会主義っぽく達成するか、そういう方法論はともかく、日本の生存権っていう、それがあの一貫してずっとあった、しかもそれは当時の哲学の潮流でもあった、あのうん、日本でも欧州でも、うん、それはあのかんあの心飛び取れた方がいいでしょうねでしかも、かつ彼がやっぱりね、この家の出身だっていう、その要は、自分は、うんうん、まあなんていうんですかね、ノブレ・ソブ・リージュですよ、要は。 この,江家の党首として生まれた以上は例えばそういう日本の何て言うんですかねこの国の、まあ、こう方向性みたいなものに当然関わっていかなければいけないしこの絵はねその自負もあるんですよ要は自分にはそういう能力があるぞよくそのこの絵って権力に淡白だっていう言い方があったりしますけど僕は違うなと思ってますね。 むしろ権力に関わるのが当たり前だから、内閣総理大臣とかも平気で放り出しちゃうんです。っていうのは、この絵フィンロって、さっきも言いましたけど精、えーと、精神右翼たちが守ってくれたから、要は財産あるわけですよ。変な言い方すれば。別に、内閣総理大臣辞めたって生活には困らないんです。でけど、それが、なんだろうな。守りにも見えるんですっていうのは、この絵って、 自分のやろうとする理想がうまくいかないと、あもうこちょっとここ見ひいとこっていうふうに守る癖があるんですよ。で、それはなんでかっていうと、自分がやっぱり国家にとって優位な人間だっていうふうな、まあ、自負があるからだと思うんですよね。けど、その、ここでやる出したんじゃない、この絵の中ではないんだけど、周りから見ると、いや、お前そこでやめるのは放り出しだろっていう、だから、ここもこの絵の認識と、他者がそれをどう思うかってまた別の問題だから。 この世の自負という言葉が語られるとき、そういう自分は国家にとって優位な人材だから、引くときは引かねばならないとかっていう、うん、そういう意味で語られるんじゃなくて、この世はいざとなったらあの、なんていうか、日本の頂点に立とうみたいな、あのうん、そういう、なんか、一般的な権力欲丸出しの自負みたいな形で語られるので、そういう。あの 薄っぺらいものともちょっと違うんじゃないか、もうちょっとこの絵は、それこそノブレス・オブ・リージュというか、うんあの、自分が偉くなりたいとか、そういう、うん、そんなんじゃなくて、あの国家のことを考えてという、うん、そういうあの行動を取ってた人物じゃないかってことでしょうかで、うん、なんで僕がそんなこと言うかっていうと、やっぱね、モデルケースがいるんですよこの絵にもモデルケースが入って言うまでもなく、元老、西園寺金持ちです。うううんうん、うん 確かなんかすぐ来ると、うん、なんかあの、えーと、はい、桂君頑張ってくれみたいな感じで。けど、彼は権力に淡泊ではない。西洋にはね、うん、声優界総裁辞めた後にに、うん、山形から元老として入ってくれって言われて、うんって言っちゃうんです。本当に権力に淡泊だったら、そんなこと言わないですよ。しかも、うん、最後の元老ですよ。うんそうです これよく言われるんですけどあれ最後の言動なのは西音寺が意図的に選択してるんですよあ自分以外にも言動させないようにし、自分の後ろにはそういうことです、うん、だからそれってどういうことですかって。いや人がいないって西音寺は言うんですよあれは一般的に政党政治の成熟を待ったみたいな、うん、要するにあの えと言論として選ぶっていうこの形式は自分で最後にしてあとはその衆議院で第一党を取った政党の党首がやるべきだこれこれが成熟した政党政治なんだと,なと習うのですがはいそれは彼の考えだったと思うそれを否定するつもりは全くないけれどじゃあね心の片隅に山本権兵衛を 元老にしたら自分の力が弱まるんじゃないかとかって本当に全く考えない公正無比なサイオンジだったかって言われたらいや僕はそれはノーですよサイオンジになって好き好みはあるんですよ、うん、犬飼い強氏が殺された後に声優界の総裁になった鈴木三郎を彼大嫌いなんですよ、うん 平沼喜一郎をいつまでも須密院議長にしないで副議長のままにとどめ置いたのはやっぱ西園寺なんですよ。彼にも好き嫌いがあるんですよ。それを考えた時に、本当にその信念のみで元老を自分一人にっていうふうに考えたかと言われたら、それはちょっと西園寺に好意的に物見過ぎなんじゃないのという。僕はそう思います。 <え>ただ意図的に言論は他の人がならないようにしぼけたんじゃないか一方で西園寺はそういうのをなんて言うんでしょう,こうオブラートに包んで見せないようにするのはうまいな、うん、それは思うだから今一般的には政治学においては先ほどの政党政治の成熟を、うんえっと ききとしても自分で打ち止めにしようというような説明がなされるわけですよね、今でも。そうですね。で、うん、その姿勢自体は間違ってないしね、事実だと思うし、それが彼のやっぱりなんだろう、パーソナリティの一つだったことについては、僕も否定はしません。西園寺金持ちの評価は僕の中ではそんなにわの悪くないです。で、やっぱりそのオン寺をやっぱり間近で見ていたこの絵、うんうん、もちろん誤解のない場所、オン寺とこの絵っていうのは、 考え的には真逆な部分がありますというのは西園寺は新英米派、うん、それに対してこの絵はだんだん親独派になっていくわけですけれどまあそれは世代もあるよ要は世代もあるよなっていうのはこのエフビバロ1891年生まれでもう彼が物心ついた時には社会主義っていうものが考え方として当たり前にあるわけじゃないですかっていう世代と西園寺金持ちいい 1850年代生まれですよね、社会主義っていうのが途中からやっぱ出てきた世代、それは社会主義に対するアレルギーも違いますよね。うんうん、だからまあ今回の,あの選挙のね、話で言えば、野党共闘で共産党と手を組むのがどうなんだっていう、あれを全部ひとりにしてみるといかんと思うんですよ。やっぱりその僕なんかは、もう共産党全然アレルギーないから、うん。 だから、政治家の世界で共産党と組むのは絶対ありえないみたいなことを言ってる人いるじゃないですか。やっぱちょっと年いってる人多いですよね。僕からすると、冷戦の影響を受けてるもんねって僕はそう見ちゃうんですよ。で例えば、なんだろう、ちょっと変な話ですけど、まあ、自分学校でほら生徒を教えたりするじゃないですか。で例えば天皇家の問題。 ね、その天皇家っていうのは二、まあ、あ人の結婚の問題ってことなんですけどちょっと聞いてみたんですよ高校生に、うん、お前たちどう思うのって言ったら、うん、一言まず彼ら何て言ったかっていうと、まあ、別に僕たちに関係ないからいいんじゃないですかみたいなまず、うんうん、で次にでさおいもしさ今だ知ってるような男の子しか天皇になれないんだよとかって言って話して、うん、お前たちのさ三つ下ぐらいにいるだろうとかって言って話してでもしあの人がさ 奥さん迎えてもその子供できなかったら天皇家途絶えるんだけどどう思うとかって言ったん、まあ、今のままだったらってことですようん、うん、もちろんその三宅を復活させないとかっていうことが条件になりますけどって言ったら何て言ったかというとそれって僕らの直接あの生活に直接影響ありますかって、まあ、そういう言い方なんですよねやっぱりで多分今の話聞いててまあ何て言うんですかこのチャンネルのリスナーの方々だからあのそれこそ何を言ってるんだみたいなうん、うん、そこでお,お前はちゃんと教育する 立場だろうみたいなことを思ってる人も多分いると思うんですよ。そこで一言言わんかいと。皇室,室の意味を若者に<う>と叩き込まんかいと。れだから左翼なんだみたいな <laughs> そ例えば思ってる人いると思うんですけど、これ認だから、いや別に共和、まあ、だからそれって共和制でもいいんじゃないですかっていう意味になるじゃないですか、変な言い方ですけど。で、まあ、僕らに影響ないんだったらそれでもいいんじゃないですかって。 っていう言い方を。まあ、要はしちゃうわけですよね。象徴としての皇室っていうのを極めたらそうなっちゃいますよ。だって、関係ないんだもん。実生活、うん、そうだから何て言うんですかね。世代の問題なんですよね。だから、その34時金持ちっていうのが、まあやっぱり新英米派。だ でドイツに、まあ、ちょっとやっぱり嫌悪感を示すっていうのは、やっぱりそのドイツのファシズムっていうのが、やっぱり社会主義的な傾向っていうのはやっぱりある部分。で、この絵の場合は、やっぱりその格差をなんとか是正していかなきゃいけないという、やっぱその、なんていうんですかね、その世代ならではの強い問題意識っていうのがあるんですよね。これがいわゆる彼が革新右翼に、あ精,精神右翼だけではなくて、革新右翼に近づいていく。いわゆるその岸信介をはじめとする革新官僚なんかと、 彼がが距離が近いいっていうこことの一つののつれ世代の問題ででもあるんですよやっぱあね、あのそういうところですね、まあ、これって、やっぱ歴史とかを勉強してると、あやっぱ世代が違うと、問題意識とか違うんだなっていう学びがあると、まあ、今、その衆議院選挙とか、皇室の問題を例に挙げましたけど、現代社会とかをやっぱ見る上でも、一つ、歴史が参考になるっていうのは、そういうところなんですよね。 10年代、20年代には社会主義がもう最先端の社会システム論だったわけですよね。そう、う今は、今はどうなんだっていう部分がありますよ。うん、今はもう古ぼけた、あのもう完全な全体主義と変わらないようなっていうふうに見えるけど、うん、当時はこれがすごかったんですよね。しかもそのやっぱり先端も、も、うん、一番先端いくのがマルクス主義であり、共産主義なんですよね。うんうんうん でそれと国家社会主義になる場合もあれば、あのうん、サンディカリズムになる場合もあれば、で<う>いろいろで、だからあの、それこそこの当時この、ちょうどこの時のハイデガーなんか国家社会主義の方に行っちゃったわけなんですよ、哲学者としてですね。うん、だからあの実はあの 今のお話を聞いていると、の衛さんなりに当時の最先端の学問、あるいはシステム論、哲学を必死で吸収して、うん、それをなんとかあの自分の政治家としての立場に置こうという、今の政治家も見習うべきじゃないかというような。うん、そう、あのね、これはちょっと皮肉めいた言い方だし、あの現存する人物を一人揶揄することになるんですけど、孫の細川森弘が、 彼が日本新党を立ち上げて、要は立候補したときに、要は祖父の近衛文麿のことをちょっと批判しながら、要は彼は、自分の祖父はあの立つべき時に行動しなかったみたいな言い方をして、まあ、この衛を批判しながら自分はやるぞみたいなことを言ってね、で彼も結局やれなかったから、近衛文麿と孫の細川森弘っていうのは、まあ、なんていうんですか、似てるんだみたいな、否定はしないですよ、行動はね、似てましたよ、確かに。けど はっきり言うけど細川森弘とこの FMR を比較するのはこの絵に失礼だね。うんうん、論外だねそれは、うん、次元が違うよね政治家としての、うん、だからこれもよく言われる話ですけど共産主義が嫌だからみんな国家社会主義に行くんですよ、うんうん、だからさっき先生西田北郎がその軍国主義に絡め取られていくっていう言い方をしましたけれどうん、うん、天皇制否定したない 生きていくののも大変ですからねこの時代はでそうすると、共産主義はありえないじゃないですか。けど、例えばこの格差はなんとか解消していかなきゃいけないって考えたら、天皇陛下のもと一致団結して格差を改善するんだという、まあうん、日本でいう国家社会主義、かそうだからそ,、はい、そうなるんですよ。だから北一揆なのか、社会主義者ですから、あの人は。うんうん、で、共産主義はありえないんですよ。うん 北一喜としては共産主義はありえない。かにありえないです。うんうん、てうか正確に言えば日本人のほとんどは共産主義なんかありえないと思ってるですそ。そうそうそうん。だから小林隆二とか川上はじめなんては<の>ってりいますけど変わってるんですよ。よ野呂英太郎とかそうそう方々ですね。ものすごくマイノリティだったわけですね。そう。 でいざとなったら、うん、君主制も,もう廃止してもいいんじゃないかぐらいまでを議論し始めること自体、当時の日本人としてはありえなかったわけですね。うんうん、けど、なんでそんな人たちが出てくるかって言えば、現に格差があるんですよ。で、共産主義はその格差改善のために、ソ連という国家を作って、いろいろやってるわけですよ、ね。うんうん、で 危機感を持つなんで,でかというと、その格差の改善に努めてる国がいるわけで、じゃあ、それに対抗するためには、何かモデルケースを作らなきゃいけないわけですよ。だからそれが、ドイツであれば、イタリアであれば、ファシズムなんです。で、アメリカの FDR であれば、修正資本主義なんですよ。ケインズなわけですよ。日本は何なんですかって言ったときに、いや、天皇を中心とする。 まあ、国家社会主義とかっていう言い方を日本ではしますけどね、ファシズムは国民社会主義、日本の場合は国家社会主義だけど、そこにまあ天皇制がかむわけです。だからこれもまあ受験日本史だと出てくるんですけど、1930年代前半に共産党のえっと最高幹部で、佐野学とか鍋山貞知かという人物がいて、あの転校したっていう話が出てくると思うんですあののの転転っていうのは国家社会主義へななんだなんだと うん社会主義は捨ててないんです格差、うん、是正は正しいと今もう思っていると。コミンテルの指令を受けた、君主制をも否定しかねない、うん、この国際共産主義はだめだよっていうんで、転向して、佐野や鍋山、はまだ頑張ってる党員に、もうお前らもやめろみたいなことを言い始めたわけですだから、今の多分議論でお分かりいただけると思うんですけど、 社会主義の中にいくつかの類型があるっていう理解が分かりやすいんですよ。で、ソ連が今も残ってるっていうんだったら、社会主義が発展したら共産主義になる、それはもう僕も分かってますよ。そういう勉強もしましたからね。っていうか、僕が少なくとも中学、高校の先生の授業では習ってますもん、そうやって。やっぱり冷戦がまだ終わって10年も経ってないし。 共産主義っていうのはな,なくなったけどな、なくなったけどなっていうか、共産主義国家はなくなったけどなっていう言い方の方が正確ですけど、だから、そういうふうに教えられてた世代っていうのがまだいらっしゃるんでね、この時代、僕もまあそういうふうに習った世代ですけど、だから僕の場合は、日本史を学んでくる中で、自分なりにまあこう理解した方がいい分かりやすいなっていう。 まあそれはあの研究者の本とか探していろいろ読んでってとかあと耳がくんでとかですけど、うん、多分そういう風に理解した方がこの絵もより正確に理解できるしあの文字をもよ,より正確に理解できると思うんですつまりなんか日本全体が狂気に陥ったあるいはドイツ全体が狂気に陥った、うん、あ,のあの頃はどうかしてたんだとか、うん、今じゃなくてあの頃 そのまともにものを考えたら、それしかなかったやんっていう、そういうことだったんでしょうか先生との夏にあのアジア太平洋戦争の戦争史を、ねうん、具体的にやりましたけど、うん、まあ正直、40年代は僕もちょっとおかしいんじゃねえのって思ってますけど、30年代のまあ軍国主義化、要はその15年戦争っていう言い方があるじゃないですか。その 破滅に向かっていったんだみたいな言い方ありますけど、それはどうなんだろうねっていう、最近、岩波新書からヒトラーっていう、芝健介っていう、またドイツのヒトラー研究の第一人者があの新書でヒトラー出しましたけど、あ面白いですよ、ぜひお読みくださいって感じなんですけど。岩波新書ですね。岩波新書です 2か月ぐらい前かな、3か月ぐらい前か。前、石田雄二先生のやつを取り寄せてみました。今のやっぱヒットラー研究、ナチ研究って、ヒットラーって、ただの頭おかしい人じゃないよねっていう、そういう理解じゃないですか。人間ヒットラーがなんであんな行動をしたんだろう。ボヘミアのとかって呼ばれ まあそれこそかなり貧しい生活してたわけじゃないですか。で、だっただの気持ちも分かりますよ、それ、その気持ちったらう、ねうん。し、すごい鬱屈したものも抱えた普通の人間だったと思うんですよ。で、その人がなんであんな風になってしまったって言い方はよくないかもしれませんけど、そこがやっぱポイントなわけですよね。だから、なんかあの時代におかしな、頭のおかしなヒットラーとスターリンと、それこそムスソリニが出てきてさ、みたいなヨーロッパ戦争になったんだよね、みたいな理解っていうのは。 とそれは違くないかっていうのと、やっぱり日本史も同じ傾向にあるんですよ。誰かのど何かの発言でアジア太平洋戦争になったわけでもないし。うん 気が狂ってたわけでもないってことですね。あのまあ40年代の,あの戦い方はちょっとあまりにもおかしいけど、うん、30年代の日本としてはもう、松岡なら松岡、あるいは石原漢字なら石原漢字、うんうん、東条ならそれ、今回の主人公のこの絵にしてもみんな,ない、ない知恵絞って必死で頑張ってたはいたんだよね。まあそうね、ない、うん、知恵っていうとね、あの生きてる人に怒られますけど、けど、そうですよ、選択肢限られる中でこっちの判断の方がいいんじゃねえか、こうした方がいいんじゃねえかっていう、その。 理解に基づいて、まあ、しかもその、ね、彼らなりの考え方も当然あるわけで、というやっぱところを見ないと、分かんないと思いますえ先生、あのそのベルサイ条約からこの絵は、やっぱりあの挫折感を持って戻ってきたんでしょうか、うん、でね、やっぱね、アメリカに留学しないといかんなっていうことを言ってるんですよ。 要はやっぱりその、だからね、うん、結局、ベルサイユ、ね、パリコ和会議の主人公はウィルソンだから、はい、やっぱりそのね、アメリカ、どんなもんなんだっていう、でで留学、計画してるんですけど、結局ね、ダメだったね、あの体調悪いっていうのもあるし、うん、あとその、まあ、要は精神右翼、要はあの、彼の、まあ、なんていうんですか、お父さんの財産だよね。 そ,のそっちかなんだてめえアジア主義じゃねえのかよみたいなっていうので結局挫折はしてますね、うん。だから読売新聞で言い訳とかしてるもんね。なんであの結局留学行かないことに関して釈明とかしてますから。<あ>うん、では先生次のパート4でいよいよ政治家としてのこの映画デビューしていくそこら辺に話を持っていきましょう。